はいどうも、グレースポーツです。今日はこちら、変な仮面ライダーの T シャツなんですけど、これは大井のおっさんから送られてきた T シャツです。これを着て今日は撮影をしていくんですけど、今日はゴリスポ、たまにあまり皆さんが知られていない大手のメーカーじゃなくて、個人メーカーのグローブを紹介しているんですけど、紹介させてもらっているんですけど、ちょっと上からでしたね。紹介させてもらっているんですけど、この前は、アトムズグループのラグデリオンさんのグローブを紹介させてもらいました。で、今回はこちら、アップセットさんですね。アップセットさんのグローブを紹介させてもらいます。こちらアップセットの、公式オーダーグラブですね。アップセットって皆さん知ってますか？広島で生まれたメーカーなんですけど、今ではプロ野球選手の広島東洋カープの薮田選手とか、楽天の森原選手とか、まあそういった方々が使っています。まあいろいろ他の選手たちも練習とかでは結構使ってるんですけど、最近来てるメーカーですね、アップセット。で、アップセットって、アップセットで何ぞやと、アップセットって言葉何ぞやと思う人といると思うんですけど、皆さんアップセットは聞いたことありますよね。グローブと。今ツイッターとかインスタグラムとか、いろんなところで見ると思うんですけど、アップセットね。で、意味ですよ。アップセットっていう意味が、まあトレジャーなら宝物っていう意味ですよね。宝物って意味なんですけど、アップセットは番狂わせと下克上ですね。弱いものが強いものに勝つ。普段勝たないだろうなと、これは絶対負けるだろうなと思った選手が、番狂わせを起こして勝つみたいな。そのような意味を込めて、それを社名にしてしまったという感じですね。いや、すっごい向上心が、なんか、あれ、こう、伝わってくるメーカーですよね。皆さんわかりますか？で、こちら、持ち主の話によりますと、広島県の大西スポーツあるんですけど、大西スポーツさんでオーダーしたらしいですね。このウェブがすっごい特徴的ですよ。こういった細かいところもオーダーができますし、僕、ミズノで、オーダーしたんですけど、ここまで、細かくはできない。まあ、ミズノも、そういうオーダーがあるんですけど、まあ、こんな感じで、普通のオーダーでもこういう配色ができるんですよね。レッドと、で、これ肉眼では、こう、ネイビーっぽいけど、黒っぽいネイビーっぽい感じで、これね、マコトグローブの兄弟会社っていうか、マコトグローブの兄弟会社なんですよね。マコトグローブは皆さん知ってますか？結構ね、触った感じが、トレジャーさんとかの感じに似てるんですよ。しっかりと、芯が固まっている。この柔らかいところは柔らかいけど、この大事な厚い芯の部分はかなりしっかりしている。で、重さも全然ないんですよ。大きいけど。この耐久性とか、この芯の強さがとても強いなっていう印象を僕は受けました。で、大西スポーツさんでオーダーしたって聞いたんですけど、価格を調べてみたんですけど、価格を調べてみたら、この芝スポーツさんっていうサイトで、価格を調べてみたんですけど、公式のフルオーダーのグローブが、55,000円で、赤文字で48,000円って今書いてあるので、多分値引きしているんだとは思います。で、キャッチャーとかファーストミットの公式用が、51,000円で、軟式用のフルオーダーが33,000円、キャッチャーファーストミットが36,000円と。で、公式のオーダーから見たら結構リーズナブルな価格で、これだけの質でオーダーが48,000円って、かなり安いですよ。かなり安いですし、かなり納得できるなって思います。これね、革の張りとかツヤもすごくいいです。しかし、一つだけ難点がありまして、まあ、僕の、まあ、水野さんのグローブだったら、1ヶ月ちょっとでオーダーできるんですけど、このアップセットさんのグローブは、ただいま今、納期が5ヶ月とか、結構長くかかるんですけど、まあ、待ってみる回はすごくあると思いますね。で、細かいモデルの変更とか、バックスタイルだとか、色とかは、かなり僕が見る限りでは自由度は高いかなと思います。まあ、皆さん、アップセット多分知っている方も多かったと思うんですけど、実際に僕は触ってみて、こんな感じだよという動画だったんですけど、すごく予想以上に、革がしっかりしていますし、この、なんと言っても、本当に触ってみなきゃわからないと思うんですけど、この芯の部分がすごくしっかりしてて、しっかり補給できそうだなって感じのグローブでしたね、アップセット。今回はアップセットを紹介させていただきました。皆さんどうでしたか？この質でこの値段はすごく、安い。安いでリーズナブルだと思いました。今日はゴリスポ、アップセットのグローブを紹介させていただきました。今度はね、で、新しく使うグローブのオイル加工ですね。色落ちをさせないためのオイル加工の動画を撮っていきたいと思うので、その動画もぜひご覧ください。今日のゴリスポは以上です。エウリッシェ！はい、というわけで6月のプレゼント企画です。まずはウィルソンの軟式用グローブ。
こちら1色のグローブで補給面が広く少し小さめのグローブとなっております。二遊間におすすめのグローブとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちら Z の限定手袋 M サイズになります。この2つをチャンネル登録&コメントで応募可能です。たくさんのご応募をお待ちしております。あーでした。ありやした、ありやした、今日も見てくれてありがとう。